多分一番人気っぽい。俺の肌感やで。肌感や、うん、隠し味とか探してみて。入ってるか。どうも、かまいたちです。さあ、本日は、はい、マクドナルドの新商品を食べてみよう。はい、ま、新商品というか、ま、ちょっと経ちますけど、出てから。まだこの YouTube が放送される頃には、発売しているってことですよね、はい。僕はもう実はもう全部食べました。はい、何回も食べてます。笑い飯さんが CM してるやつだよね。西野七瀬ちゃんと、うん、飯豊まりえさんが CM してるやつ、うん。笑い飯さんはこれのご飯バージョンですよね、多分。あ、そうなんや。そう、へえ。飯さんはご飯バージョン。ほうほうほう。そう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 、へえ。そう、これが油淋鶏、油淋鶏、スイートチリシュリンプ、これが担々麺、担々麺じゃないよな、担々、担々麺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 、麺なのこれ。ええ、珍しい。これ包み、なんでこれだけ来れないのな。なくなったのかな。そう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 。いや、好評でなくなったんじゃない。っていうことは、じゃあこれが一番人気ってこと。なるほどね。いや、じゃあもう、まあ俺はでもこれちょっと油淋鶏興味あったんで、ね、辛いのちょっと無理やもんね。で、そんなめっちゃ辛いでもないけど、はい。ちなみにあの、今日はウーバーで朝マック頼んで、ナゲットとサラダとヨーグルトもつきました、うん、全部、はい、古いやんか。ナゲット、ヨーグルト、サラダ、うわ、すごっ。チキンタツタバーガーのあれ。いや、チキンタツタはもっと柔らかい系やな。まだ違います。うまっ。うまいの。いいね、うん。おお、ちょっとマクドナルドっぽくないというか、新しい感じします、私は。うん、あ、美味しい。うまいよな。うん、どうやろ、油淋鶏が一番人気なんかな、肌感で。うん、誰に聞いたわけでもないけど、一番人気っぽいなっていう肌感で。何の根拠もなさそうに。あなたが好きなだけなんじゃ、うん。いや、美味しい。いや、全部うまいのよ。甘いのがスイートチリ。俺のはいいね、いいね。食べてるやん、もう一緒の食ってるかと思ったら、なんかスイートチリの方食ってるやん。初体験企画なんですけど、うん、俺初めちゃうね。初めちゃうねんじゃなくて、めっちゃ食べてる。違うの食べてるやん。これはエビバーガー、あの、言うたらエビがバーン入ってるんですけど、フライにしたこのこういう系のやつやで。はあ、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 うん。なんて言ったんやろこれ。エビフィレオ的な。エビフィレオみたいな。コロッケじゃないねんけど、うん、ちっちゃいエビがいっぱい入ってるみたいな感じのやつ。そう、フライのやつと、うん、でこのマヨネーズとスイートチリのいい感じ。チリ言うてるけど、ほんまちょいチリなんだよ。油淋鶏は全く辛くない、うん、めっちゃ美味しい。醤油っぽい感じのね、うん。結局その感じとマヨネーズの感じが合うのよね。なるほどね。多分一番人気っぽい。俺の肌感やね。肌感やね。うん。で、トマトも入ってるよね。トマト入ってる。で、黒ごま、うんうんうん。ごまがバンズに練り込まれてる。そうそう、うん。最初に見せるの忘れてた。うまいよな。結構だから、いろいろやってはるな、やっぱりマクドナルドさん。うん、これレギュラーなんのかな、好評だったら。いや、レギュラーはないんちゃう。期間限定なのかな。アジアンバーガーやから、うん、たまに出たら嬉しいの方が嬉しいじゃん。なんかレギュラーメニュー併設ってなると、うん、どうやろうなんちゃう。分からへんで。俺の裸でしか今喋ってない。全部裸やねん。これパフィーさんってこと。いや、これが七瀬丸と飯豊まりえさんや。あ、そうなんや、うん。で、曲はパフィーさん、うん。いや、うまいね。うまい。次これいってみます。タンタン。うん、月見バーガーみたいな。そう、卵も入ってて。月見バーガーじゃん。バンズは同じ。全部。そうそうそう、バンズは一緒の。ごまがちょっと練り込まれた感じの、うん。いただきます。いただきます。うん、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 俺はこれが一番好きやねんな。ちょっと辛いやろ。ちょっと辛いね。すっげえごま油のやつやろ。これ何、マスタード、チリっぽい辛さ。もうソースが辛いんじゃない。うん、マスタード系の辛さじゃないけど、多分。うん、
うん、キャプサイシン系の辛さよ。ボリュームがすごいです。卵うまいわ。で、うん、ダブルやから 2枚入ってるってことやんな。ごま油の風味めっちゃせえへん。うんうんうん、俺はこれが一番好き今回のシリーズ。これ全部三者三様違うっぽい感じね。水で食べてへん。俺これ食ってないか、うん、スイートチリ食って。俺は油淋鶏、かわいそう。スイートチリ勝利ベースがスイートチリシュリンプかわいそうスイートチリちょっと食べてみよう。優しい。今は俺暫定油淋鶏。やっぱこういう企画の時バーガーばっか食べるからやけど、ポテト欲しなるな。いただきます。これもいいね。うまいやろ。うまい。なんか醤油っぽいから照り焼きチックな味というか。これが照り焼きマックバーガーの醤油の感じせえへん。これがこれが、え、俺そんな感覚で食べてへんからちょっとそっち寄りで食べてみるわ。全然違うやないか。まあちょっとピリ辛の俺は照り焼きマックバーガーの感じしてんけど、マヨネーズと醤油と、ちょっと醤油ってスイートチリソースやで。もっと神経尖らして隠し味とか探してみて。奥の奥まで入っていって大葉入ってる。入ってるか大葉入ってるわめっちゃうまい隠し味大体大葉やと思うな。大葉やこれな。入ってへんっつってね。そんな大葉なんかうまいよな。でも美味しい。まあ、これ好みによるけど俺は油淋鶏めっちゃうまいね。やっぱ俺の肌感は合ってるってことや。大衆受けしそうって。大衆受けするんちゃう。うん。あんまり食べない山下的にはスイートチリと簡単ダブル。いやでも辛ではない。うん、全然めっちゃ辛はない。うん。あ、ちょい辛いかなぐらいで、で油淋鶏のもうドストレートな甘辛さというか、うん、それがもうめちゃくちゃうまい。うまいな。アジアン的なソースうまいよねやっぱな。うまい。絶対こうなるよな。思わん。これ系のこれ系のやつってほんま絶対こうすんねん、うん、結局。でもう実際もうないねんけど。ないか、うん、最後の一枚下に沈んでたやつもうびしょびしょ。ええお得やそれは。アルコールすぎて今ちょっと拭いたら染みまくったメイクさんにさ、うん、化粧水と間違えてアルコールかけられた。ああごめんなさいって。その時もさ普通さ分かるやん。もう一発目の週ぐらいで匂いとかパッとかならずにさ、山内はずっとシュッ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 シュってかけられて、でメイクさんがこう触っシュッ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 って触ったぐらいでメイクさんがあれ、うん、すみませんアルコールかけてましたって言うたら、そうだと思ってましたスースーするし言うやん。でメイクさんはなんか揮発性が高くてそれで気づいてたあれもう濡れてない、もうないみたいな言うやん。うまいね。おいしい。今度から新大阪東京間、うん、ちょっと候補になりました。早く期間限定やから。期間限定やから行く時は早めにやな。結局な、うん、バーガー食べて、うん、バーガー食べてポテト食べて、うん、バーガーポテトポテト、うん、バーガーバーガー、うん、ポテト、うん、バーガーアイスコーヒーバーガー、うん、ポテトポテト、うん、BIPP バーガーバーガー BB アイスコーヒー、はい、ポテトポテト PP 次のやつも。ピッ。ああポテトやった。もう一回ポテト。ポテトポテト。アイスコーヒー。ポテトバーガー。ポテト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 。次のやつ。じゃポテトや。ポテト。ポテトばっかり。ハイペースやな。チャンネル登録お願いします。ちょっとやって。俺待ってたわ。バーガー、うん、ポテト、バーガー、バーガー、バーガー、アイスコーヒー、
次なんやと思う。ごちそうさまでした。正解ほんまか正解ちょうど食べ終わった